か小手線しずく VS ヘクト暴走あるけどハーフミヤコ、ハーフミヤコ久々に見たぞ。メルブラっぽい。まずはエリアルから、エリアル一つでこの完成、エリアル一つでこの完成。バンカージェシーは爆睡。この一体感固め出し、選手中断ダウン1でダメージ加速。新脚から刻んでいく、うん、セシップはガード不利なんで脱出へ、しずくダッシュへ確認している。いえ刻みからグダウン、もう一回投げ外す、ここからJB 単発リードはしずく、ハーフのヘクトは攻めるしかない、攻めるしかない状況だが遠い。 JB 空対空 JDC まで下がれ、いやこれはしずく落ち着いている、だが空対空カウンター、カウントはわずか、回収できる、できない、回収できない。第1ラウンドはヘクト、第2ラウンド JB ダウン取ってもう一回と、どうすんのこれ JB、 JB これ永久か、 JB、 JB めっちゃ可愛い、ミヤコのジャンプめっちゃ可愛い。さてここでしずく取り返す、ガン歩き暴れてるから、いえゲージマックスやぞ、ゲージマックスやぞ、もしかして、もしかしてないよな、はい新客、新客どうすんのこれ、選手ガードしたけど空中再コード可能です。いちいち技目合ってるやんな俺千秋楽第3ラウンド、何やねん千秋楽で、始まらないからワンマン使って4000役結構減った。新客ガード、辻井解放ならずセーフ、イカで時間を使うしずく、体力リーダーヘクソ、ネーゲルはかわす、ジェリセダー空投げまでうまい、刻んで CBBC 空投げ、 JC は耐えるジャンプ C、 JB 先端ガード、体力差僅差だぞ、リーダーしずく、こっからもう、こっから逃げるか、 JB カウンター安定からのジェシー、ミーシータイク、まずはヘクト、ごめん、まずはしずくが取っていく。では見ていきましょう、しずく VS を、しかしレオキャラはコーマ、さあその実力がいかにといったところで、さあまずスタートがしずく当たらず、さあイカリング、さあ立ち回っている、さあレオを臆することなくしずくがタッチダイク落としていく、冴えてるぞ、さあしずくがレオを寄せつけない、ここでも巻いている、ジャンシーカウンター、こっからレオのターンが始まる、おいやってない感抜群さあレオがやってない感満載だが、ジャミカウンター追い返し、おっとさっきスパーやみ、この前カウンター、ジャンピーカウンター取っていく、さあどうしたのよ、4目折り返し中段、ジャンしゃがみをすかしてワンコンボ、おしゃれなコンボ決まって、ジャンピーカウンター、さたまらずサスパー、おーっとさすがに老怪回避の仕方知ってますと、コンボバッチリ決まってバンカー
さあ一瞬止まりましたが、しゃがみ体育うますぎる。また投げつかる、しゃがみ体育カウント取れず、おっとガンダッシュからコーパン行くか、残す、あっかいやっていく、あっコーパンを読んで、ああ最後さあレオ何しに来たんだと言わんばかり。さあ切られるべくして切られたカードですね。これチョイスしたのか謎です、全く謎です。さあメルブラ七不思議の一つ、さあ3人目必須コア若が出てまいりました。さあ小田原城東坂田も座ってバンコも決められる。まああざ静かバクセン彼ないガナッシュ押し込め、ここにカウンター取れず、お互いカウンターだが逃げる、思い切っていく、拾ってさあじわりじわりと体力差を詰めていきたい。おっとスカカク取っていく、うまいスターウォッチからイエクソッタンまで引き離し、そして確定ダンカーベント琥珀を植物置いて、あっと暴れが危ない、からのしゃがみ、ここで回るタッチパン、タッチパン、おおおおと色々あってデカリング解放、おおどうなる、投げ強気だがこの目さあ小田原ショートひよっちゃう両目ジャンベうまい、しずくさんうまいぞ、どっとリバーサルダッシュしゃがみ一気押し込む。さあ若のターン引き剥がして琥珀国、おーっと二段中段、さあおっとこれはミスか、しかし状況有利、ガナッシュ押し込んで B 誇り、あ EX 誇り EX 弁当シールド、さあ全部通していく、ちょっと、まあ、このシールが殺しきる。3本目さあ、ビホコリコグさあ、仕事したオータマからダウンを1レギュラー誘って、おっとカウンター、おわわわわわわわ、さあサキスパーク、そう簡単には使わないと、ここでも温存 B 横にカウンター人、さあ若は試合を作っていく、うわっお独身お願いします、 B 横に解放、辻解放ならずイカリング、どうなる盤石の立ち回りの中崩せないか、さあ飛んで飛んで様子を伺う両者、コーパーまで通る受け身やり、どうミスる、あダブルアップ勝ったのは小田原ショート。さあ京都が誇る若手 F オカリーズ、さあ古参の若をどうしますか見ていきたいと思います。押し込むな F オカ、さあ早速中段通る、あの中段の当て感がね F オカの最大の武器といっても過言ではない、はい、さあ若が入れっぱなりからしっかり、おっと見せて、さあしかし若はフルフィスコアを選択している、関西フルフィスコアはいないんで
この辺がちょっと荒となってくるでしょうが、椅子を置いて投げる投げる、さあ対策をしないとあの連携はなかなか厳しい、押し込まれていく、あー長い、コンボが長い、まずはか、こげ、立ち、カウンターが、さあ押し込む、コンボがうまい、さあネタどうする、着地いけない、さあ一気に6割奪って、まだ攻める、立ち火カウント、うーい見せて、かぶせ、さあこのスピード感、一気に殺しきるスタイル、 FO が一本取り返す、最終ラウンド、バトガード、おいおっと、コパーバル、4フレが速い、押し込む、これダッシュ、さあ若者の選択肢が太い、さあ5枠目に取られ投げる、バンカー引き渡って、あっと EX ファイが出ない、さあお互い攻める、攻めけたプレー、流せる、コーパン取って、イニキャン暗黒翡翠剣から、おっかけてガンは通れない、さあ F5 が耐えきるか、ここここ大事、ここ大事、着地ゲーム通って、若が勝利、はい、これで 3-3 です。次の試合からあのしゃべりが交代で、はい、はい、三島さん次の一番よろしくお願いします。はい、ここからここまでさあ見ていきましょう、3人目同士ですね、あわれ VS ワーカー、さあ今回はハーフスタイルの必須を選択しているワーカー、さあ全スタイル使えますよと、さあアピールしていく、さあ早速出ましたあわれスタイル、滑っ、さあ展開が超速い、バンカーバンカー、おっとい投げて椅子を置いてシールドすかされて、さあ哀れの煽りがみんな楽しそうに人一番煽られる哀れ、体力ドットどうすんの、投げる全部通る、さあこんなはずじゃなかったと哀れここはなんとかバカを倒して応援返上したい、椅子を置いてジャンビカウンターからワンコンボ、さあ椅子のところに行かせませんと、投げて投げて椅子を置いて、さあ全、さあ哀れの土俵が立てない、さあ読み合いを完璧に制されている、はい、さあ哀れがここまで読みか負ける姿を見ることになるとは、投げてセンスだからスタイル、哀れ動きがぎこちないが、誇り単発カウント、ウェーイ哀れ謝罪、哀れ謝罪、はいジャミジキョミさんね、紅白戦なんで昔のようなテンションになりがちですが、まあ抑えつつ、もうなんか喉が痛いんでね、4人目トバリの古赤、若はハーフを選択、エリアに出るのはトバリ、画面味折り返すがバケセル拒否、しっかりカウンター拾って落として置き攻め、これは痛いぞ、コンボミス、トバリのコンボミスは珍しいか、差し込んで男子が置いてある、これは若勢いで帳が持っていく、一本選手帳、若は勢いを作りたいがフルセクシーなかなか触れない、先ほどと同じ展開になって、ここはバンカーを使っていく、椅子置いてグラップ潰し、コンボ途中で切って椅子へ持っていく EX、 ここはぶっ放して画面味持っていって帳の置き攻め、中段しっかりガード、しかし2C で暴れる強気だ、
当たらない。ここはジャンプシーン、ちょっとめちゃくちゃな展開。若が止まりに勢いでぶっ殺される。さあまあとりあえず殺すと。わあなんか飛んできた。コンボ練習が始まって、バンバンバン A 級が始まって、いいゲームだなー。はあいいゲームだなー。やめろそういうのを流すんじゃねえ。おいそういうの流すんじゃねえ、やめろ。もっと楽しそうだぞ、落ち着け。おいつまんねえぞ、もっと楽しそうだぞ、落ち着け。お前ちょっと俺話していく今ごめんごめん、ブリーチないっすか。ちょっと石室使いは自分のね置き攻めとか連携に名前つけてるから。出てくるのはクガのクレセント聖典ここは今カウンター取ってワンコンボ入れて、クガがガメージ置き攻め、これは大きいか。中段ちょっと安くなったか、しかしガメージずっとキープ、ずっとクガのターンが始まる。ここでイレッパからコンボ入れて止まり、このコンボが痛いんだよ、ふざけろ。おっと対策している、しっかり EX バックステを勝って、もう1回同じ2回でこんなに減ってるよこのゲーム。 EX 勝利、お互い激しい。あーっと勝ち確を逃す勝利拳クガの煽りが入る。昇竜拳強いな、昇竜拳かっこいい。大木攻め中断ではない、ちょい痛めからさあバリバウンドして、はいボヨンボヨン、はいリフティングして落として、こっから割とリスクのない大木攻めが始まる。おっと表裏を仕掛けるもののここで液晶で逃げていく、非常に優秀な技、発生が早い。こらしてる、しっかり勝利拳かっこいいぞ。クガが乗っている、これは止まりかね、なんでやねん。いや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 、なんでだ、おかしいぞ。はい終わりです、止まりさ。いいね、あのユーシオンはね、あの立ち回りのね殺しに行く選択肢の振り方すごいから、ね、見たらおもろい、しっかりしてる、ほんと取りこぼしが少ない気がしますね。しかし聖典を知っているかどうか、お互い遠距離で様子を見る。クレセントシーン VS クレセントの聖典、先に捕まえて中段はバグして、ここは通したくない。中段からでもかなりのダメージを取られてしまうので、ここはしっかり先を通す。昇竜拳うまくいなしているのはユーション、捕まえる、あっと空中ぐらいにならない、なかなか。おっ上りジャンプの使い方非常にうまい、カウンターを取って吹っ飛ばしてからのこの電撃動き攻め、結構強いぞ。ため入れっぽ通して反対に固めるのはユー、しかしクガもうまく下がって距離調整がうまい。ここでぶっ放しを通して、こっからでも痛いコンボをするのがユーシオン、痛え。おっと追いかけていく昇竜拳、中段おもむろに中段、時間もないので非常に優秀な選択肢。画面端ユーどうする、食らっちまう、ユー厳しいか、解放などを通す、しかし捕まってしまう、これはしっかりしてる、しかしタギスパー、あーっとこれはどちら、クガがまたっている、ユーかなり頑張ったものだ、クガが持っている、しかし流れが来ているか。ワンコンボ入れてかなり痛いダメージ、ユーションなんといってもコンボがかっこいいんだよな、ユーさんのシオンは見てるだけで面白い。ここで
いろいろ出して潰されていくが、かなり痛いダメージ。ガメアジなかなか触れない。うまい、しっかり枠にしている。バックステイに EB 引っかきから5Cで低いヒットワークに U パーフェクトに取り返して、ゲージ状況もかなり恐ろしい。こういう細かいテクニック、クがうまい。これは痛いぞ。 B から入り 5B で締める。めちゃくちゃ入ってコンボミスだ。補正が切れる。かっこいい。一瞬で8割減って、昇竜拳出なかったが、クガがここで負けて、ユウなんとか踏ん張る。いやー、なかなか連勝が続かないぞ。ロリーはクレセントの翡翠、ちょっと黒いな。これはお互い勢いがある。ロリーさん非常に素早い動きをする翡翠だと思います。勝利拳、しかし弁当が置いてある。ここで暴れ潰し、ここはゲージを使って画面端へ持っていきたいが、コンボミス。しっかりつなぐ。ちょっと潰れなさい、かわいい。クーナーから画面端、今度はしっかりコンボして受け身狩りも見せてダウン打ち。ここは枯れない。そこにユウがフルコン決めて、かなりいいダメージ。受け身は読み勝って暴れを通す。サギツボもしっかり避けて反撃はできないもののダメージ、ゲージともにかなり状況有利か。一泳にしている。インバリ出るけど気にしない。ロリーが一本選手、ゲージも用意。ジャンペジャンペ引きつけるが、ここでダッシュは出ないか。しかしユウしっかりコンボ入れている。ジャンプ、これがうまい。インバリ出るが気にしない、かなり減っている。ここは入れっぱをうまく通していく。さあ EX のワイヤーを使って先スポをできなくして、しっかりコンボ。ユウ一本取り返して、ほぼ五分五分。翡翠ゆっくり立ち回りたいが、シオンがかなり迫ってくる。先ほどからこの暴れ潰し、かなりうまい。 EX 残りでとりあえず距離を取る。安全地帯に入ってクーラゲしっかり見ている。ちょうどコンボミス目立つか、ジャンプ空中先の硬直にしっかりジャンプ差し込んでいる。ここでダウンを差し込んで、これは殺しきれるのか。これはまだいける。ユウどうする、絶対絶命解放通す。まだまだ諦めていない。解放読み、あーっとコンボミスだが、これはクッティット確認していく。かなり熱い展開。5へ止める。しかし触ってるな、ロリー。ツボが強い。触って怖い、中段が怖い。ジャンプしっかりつないでダメージを稼いでいく。ジャンプ、これは殺しきる。ロリーしっかりしている。いやー、ほんと一心一手。家でもいるんでね、クレセント領域は見れるのかなと。はいはい、TSA はフル領域。組み合わせ的にはかなり面白そう。ジャンプし、カウンターするものの、つなげられないが、触っていって、ペースをつかんでいるのはロリーか。画面味、ここは、下に弁当があるので、シールドするもののジャンプで避けて、対空からダメージ奪っていく。ここは安全圏に逃げていく。受け身を狩る。翡翠使ってね、本当なんか受け身狩りのセンスがいい。蘇ってくる。めんどくさい、めんどくさいがしっかり抜けている。そして最速で暴れていく。うーらー、解放もバッチリ読んで置き攻め。ここはゲージを使って相手の体力を回復させない。触っていくのは TSA。 ここは美味しいぞ、コンボミス。しかしかなりダメージ取れている。どうする、ロリー。かなり厳しい状況だが、触っている。しっかりしている。あれをしっかり抜けるのはかなりうまい。
ごえんよ。スカシテの投げはかなり抜けづらいはずだがしっかり対応している。クエ投げ、これはかなり見せてくれている。細かいテクニックが光る TSA。 ロリーどうやって崩していくのか。ヒョウリー表コンボはちょっと見せるが、いや状況はかなり有利。両儀こっからの立ち回りかなり強い。ジャミシーカウンター、これは落としたくないぞ。ガメアジー持っていかずバックステガリー、こういうところやっぱりしっかりしている。大きい攻めが始まる。位置を入れ替えて暴れ潰しを必要に見せていく。暴れを潰す、今度は投げ、まずはリバーサルで脱出するが、ローリーかなり迫っていく。裏回りにここでダッシュシャンプシーを差し込む。ローリーかなり強気だ。しかし一本一本取ってどっちが初手を取るか。ここはまずローリー、ヒョウリー、これが見えない。そして受け身狩りを見せてまた投げる。この姿勢が早い早い早い、すごいぞ。リバーサルぶっ放して、さあここは見えない。画面でキープして中段をしっかりガードしているが、空投げ見せるものの反撃はできず、ナイフを投げて上路がかわいい。ジャンピージャンピー、これはまずいぞ。フルコン入ると死んでしまうぞ。殺せ、ローリーしっかり踏ん張る。走ろう。ロリーさんもクレセントの翡翠を信じて使う。色が変わってるようなそんなことがする。お互い遠距離で牽制から始まる。 EX で有利を取っていく。ここはたまらずバンガー使ってこの攻め、これがちょっと分かりづらい。ガードしっかりしてるわ。投げは見せて5へ繋げられないが、ロリー落ち着いているか。みかんもここため越し入ってかなり痛いダメージ。ダメージ受け身は取れない。勝利拳、いやーこれはちょっとかわいそう。着地に技を入れてワンコンボ。ダメージロリーどうする、厳しい小腹からこれ美味しいぞ。やってしまった、コマンドミスだが結果オーライ。カウンターでダブルアップ、みかん一歩選手、ここはいい進路、どっちにか分からなかった。そういうところは進路でしっかりごまかしていく、そういうごまかし方を知っているプレイヤー。投げて、おっと入れっぱは許さない。ガメージから逃がさないぞ。勝利拳ツボ、しかしハーシュル早い、本当に早い。このキャラ早い、しかし無敵がないのでもちろん潰される。ロリーもしっかりしているがちゃんとコンボをつなげていく。誇りを2つ置いて、これはまだ残る。みかんちょっと厳しい。こうなるとハーフムーンはシステム的にちょっと厳しい。解放もない、直下もない、ゲージ止めもない。ロリーはあとはゆっくりゆっくり弁当が保険になる。おっと差し込む、これ面白いぞ。この置き攻めがどうなるか、しっかりガードして距離が離れる。今のはうまい、しっかり距離が離れるのを待ってからの EX 起こり、かなりの安定卓。白レーン五子体育、画面端に持っていくとかなり強いぞ。置いてゲーダン、見えない。このままみかんが一気に行くのか、これは飛べない。こっからの攻め継続、これはさすがに殺しきる。みかんさすがハーフショット使い続けてるだけある。の出場なしのが早い、そんな感じ。うまくフルールを当てれるかどうか。出てくるのはユキチのフレセキシュ、これは初手を取るのがかなり大事になる。
早い、お互い早い。ここで A 級ルートに行くものの見せてしまう。下段しかし見せる。コンボがちょっと安定しないか、ちょっと緊張しているのか。コンボが安定しないぞ。だが体力はユキチリード、このリードを守りたい。うまい、生食えないからガベージ持っていって、ここで下段駒投げ、よげている。そういうネタなのか。バンカーしっかりガード、うまい。これがうまい、このフルール、あれが強い。そしてあれの振り方が非常にうまい。フルールをうまく当てるとかなりのダメージが見込める。カウンターはすごい惜しい。一角にしているが、あっとコンボにはいけないか。ミカもうまく逃げていく。フルールを縦にして、ほらダメージでかいが、コンボミス。 5A4C、 ちょっとコンボミスが目立つか。これは惜しいぞ。これ安定コンボ入れてガメージ逃げていく。ここは無理する必要がない。しかしこれはまずい。触られるとゲージが溜まるか。ミカ何としてもゲージを溜めたい。ユキチ何としても逃げたい。これ美味しいぞ。あっとなんだ、ちょっとテンパっている感がある。おユキチの敵地慌ただしい、かなり慌ただしい。危ない、届いてしまう。みかんかなり頑張っている。分かった、じゃあ実況に徹するわ。はい、ハウシルエンタークレセントワルク、クレセントワルク立ち回りキャラなんで、まあ振りはつかないでしょう。しかし相手が早すぎる、正直分かりません。見ていきましょう。早おきおき JB なんのその余裕でくぐるハウシルエン。マサは空間把握力制圧力で何とかしたいところ、怒りが当ててバンカー、あカス当たりだったからどうにもならない。ファーストタッチは悪く、ローキャッチで締めてコパンで固めて、ジェリーイカシールドがちょっと早かった、いやイカが遅かったか。逃げ込んできる、できない、あぶね。イカリング、イカリング飛びからの 2B プレッシャー、負けてしまった、食らってしまうみかんさん。ダウン落ちは入りました。 EX エゲル、いい判断です。 3C 入んないからネゲルぐらいしか入んねえんだ。あれ第2ラウンド冷静だ、マサ JB を刺して第2ラウンドも流れを持っていくか。ファーストタッチから画面端ダメ、ブローバック 5B 当たって先スパー、大先スパー誘発、ゲージより 2C から軽そう、ダッシュ 5C6C 拾える、できます、やっております。この男 5B5C 入った、これ高い、あーあーぶね。 JB から 2B 流れをそのまんま持ってった、マサワルクの勝利です。クレセント対するマサワクレセント、悪くてヒスコ派か。まあパーティーゲームにはパーティーゲームするのがいいんですけど、マサはパーティーするような子じゃないんで丁寧に立ち回ってもらいたいところ。 JB 一段、まず先手は悪くか、画面端捕まえて JCJC 投げが届かない、お互いに吹っ飛ぶ。正直ヒスコ派戦はまあ捕まってからは頑張れ、捕まるまでは頑張れと結局頑張るしかないんだけどね。新人コンミス、しかし護衛対空で流れをまだまだ手放さないのはマサ。ベッドさん防戦一方か、しかしワンチャンスあります。ヒスコアです、クレセントです。ワルクの攻撃に耐える、しかし 2B 崩れてしまう。これです、ワルク使えばプレッシャーがあると相手が 2B で崩れてくれます。プレッシャーがないと 2B で誰も崩れてくれないんで、いやさすがもうワルク代表はさ、プレッシャーを見せつけていく。イカリングで牽制して近づけたんですが、怖くはそれくぐってくるね、怖い。バックステガリーダッシュが噛み合う、いや噛み合わせたが投げて受け身狩りを匂わしたダウン落ち、ダブルからのイカ生当たりからブローバック 5B から
コンボ持ってって EX 行く、入ってゲージがあるけど、とりあえず 3C で有利取って投げ取って投げてからのコパンコパン安定行動、リバースビートを駆使して固めていく、バルク真髄かごまかしたけれども、それが中断でしたと。たまらず下げスパリバーサーイカ投げがスカって、そこへ反撃、あっとエリアルに行ったら先スパがスカってしまったと。分からない、あーコンボミス、これは痛いか。谷回りに戻る、解放赤髪を少しでも回復させていく、あーい後ろから来るよ、当たった、傘当たりどうにもならない、あっカウンターしてから拾えない、くさけチェビ、あいったまたもや勝ったのはマスター、粘り勝ちでしょう今の。順から言ったら、まあ強いやつを後ろ、まあキャラ的に強いやつも含めて後ろに置いておいた方がいいところですが、まあでもこのまま調子に乗られるのもいかんだろうっていうのもあるでしょう。はい、悪く大ワラケア、お互いクレセント、イカリングとレプリカ応酬突っ込んでいく、悪く差し込む、ドラスケさん斜め出して走って、ジェビガード、イカはガード接近許す、まあそのターンカルストからの連携、画面8押し込んで投げて、どっか行った、致命傷ならず、投げてワラキアのターン、画面端からゲージ吐いて、お互いにもガンガン固めていくスタイルですね。分かってるのか、お互いに動かない、息の詰まるようなゴボウ、中段はしっかり立っている、 JBJC 当たって JC から空投げが入んない、おい着地に 2B を合わせていった、いい判断からの投げるグラップ、うまい、お互い対策光ります、カットに JB カウンターからしっかりブローバック 6C を入れていく、ゲージがうまく詰まるく、 5B から怪しい動き、シールド合わせたかったけれどもディレイ、イカリングラウンド取っていったらマサワルク、タイミングずらし、ワラキアス非常に重要です。おっとお互いに相打ちから強引に持っていったのはマサワ、 2B がカウンター、投げから画面端維持、ビタメ 5B からの固め出しからデカリングでどうしようかと、 JB から適当にやって回復、赤だめないけれども切り返しと思ったらイカリングが当たってしまう、これは痛い、流れ的に痛い、これはハイジャンプからの裏タク、裏 5B 越し、マッサー止まらない、いや今はマッサー何がすごい、上から言ってる絶対負けるんで、 2B に立ち回りのうまさが問われるところです。見ていきましょう、無駄肉さんの岸間 VS マサワルク、ゲージをガンガン取れて誘っていく無駄肉さん、もう200超えてんだけど、 JC と JB の押し、シールドカウンター、先手は無駄肉コーマー、バックダッシュ JC にはバンカー合わせていく、立ち回り戻って、ワルクはイカリングと JB と空中バイスで逃げ回りたいところ、そこを岸間がいかに捕まえるか、特に下を取りたい岸間、三条から解放、あーこれは悪く使いに得意用の芋解放、しっかり浮かみも勝って A 大会からのジェシータク、ジェシー、ジェシー EX 大会死なないので受け身取って赤い固まるとこうなるんです、うまい試合展開でした無駄にコーマー、そしてゲージため、欲望のゲージため、ぬーんつって、でもあれで攻めると 2B が待ってるからちょっと怖い、あ 2B カウンターどうにもならない、 2B 単発ノーマルヒット、 2B カウンター地上、嫌な流れだ、まあさどうにか流れを持ってきたい、イカを巻いてにくぐって 5B がガードされる、コパンが当たったので出しで間合いを攻める、 JB クー投げ、流れが変わるか、画面端の攻防はコパン動いてしまったか、無駄肉さんコンボ食らってしまう、お互いゲージ状況がいい感じ、まずはまさか先にマックス、ダウンオイチからイカリングからの投げて、ダウンオイチからの EX ネーゲル引き剥がしからダウンオイチをさらに重ねてゲージ回収、着地 2B はガードされる、うまいタレです、イニシアティブで赤ゲージからの赤ゲージ回復中からのカブト神 JC カウンターから大会置き攻めは、あーっとうまい
EX 以下に対してシールド合わせて、それに相手の置き攻めにはシールド、このメルブラ独自のシールドという読み合いが非常に機能してますね。見てて面白い。着地下段が入る。はい、フルとしては、ゲージ貯めるしかありませんでした。時間については言及しません、基本です。はい、最終ラウンド、イカリングが裏当たり、これ手出したくなるところ当たるんです。 EX 一家で落として、あ、やっちゃった、やっちゃった、これは手痛い、やらかしたっぽい。しかも2B で崩れてエリアでミスる、もうこの展開はまずい、非常にまずい。 2B カウンター、大会 B 大会からのダウン位置からノーキャンセル、様子見、 2C ノーキャンセル、着地 2B、 さっきも見ました、これ通ります。スズメ落としからカルストイエーガーから殺しきる、マーサー止まらん、4?3 連勝か、4、あ、4か、マーサー4連勝、これはハイキーステージは千年城、悪く応援してるかのヨータが、しかしここでランポナナヤが止めてみせると満を持して出てきました。イカと西相打ち、ちょっととても状況いいです、ランポさん分かっております。ゴーシーカルスト当たんない、高さがありすぎる、ゴーシーまで当たらない、お互いに差し込みが鋭い、護衛カウンター、先手はランポナナヤ、ダメージ取ってお手玉を嫌ってそのままダウン、いい判断です。まあ、それは今度はやり返す、ロールケベツでゲージ回収とダメージ取りつつ距離が離れる、 JB 早出しすぎた、刺される、口復帰危ないぞ、護衛カウンター早出し手だ、 JB 相手の護衛体育潰しに行きました。残形に処すガード、 JB ガード、 JB が入る、シールドガーランの 2B で崩れる、ワンチャンある、 EX 化から落としてハイジャンプから逃げて 2C、 多分また迷ったね、イカからランボさんが先制、イカから JB が当たる、ロールゲージでしっかりダメージを取る、カース当たりからも見逃しません。イカ振って、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 本当に7野戦はこれしかない、近寄られるときついからですと、スパギャンで確定ダウン取ってからの三振2回からイカシールド飛び道具なので手動シールドカウンターをしないと何も出ませんでしたと、三振イカ重ね、あの勝利怖いから詐欺重ねになってるんで、とてもあれは悪く側としてはリスクが少ない。めぐる早かった、ゴシヒット確認できてます、ランボさん画面端様子見て EX めぐる警戒か、護衛カウンターうまい、声援に力がこもる、カルストーム出始め無敵ありません、解放 JB カウンターした、あー解放、解放じゃねえ、カウンターしてラウンド取り返した、マサここまで勝ち抜いてきたなんて当てじゃない、持ってるよバンカー、2段目が噛み合う、 JB カウンター迎撃できなかった、ローロキャベツで画面端、しかし7はゲージがある、迂闊に攻めれないか、 2C ダウン確定から解放、 JB エイカから JB 2C でくぐる、 2C と護衛で迎撃してランパさん2ヒット大丈夫、 JC ノーマルヒットつながらない、 5B5B5B お互い強くすぎるこのジリジリと立ち回り一瞬の油断もできない、着地コバンが入った、マサがコモミスだけど怪しい怪しい、投げてこれはこれは EX エーゲルで殺しきる、マサが止まらん、マサ強いぞこれ、マサは相変わらずクレセント、この戦い一回捕まったら悪く死にます立ち回りは悪く有利です、立ち回りはね、見ていきましょう、まずくぐる悪くじり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 っていうか思いっきり積極的に接近してくるサスキ、来る先に JB カウンター、先手はマサバックステー護衛カウンター終わったかもしんない、いや冗談抜きであり得るんだって悪くサスキ、あぶねー、受け身狩りルートだったか、難を逃れてまさかあーあーあーだっただっあ、 EX いか3C 拾い直し、ネギコン
からの、おお、はい、引いて直し、取り直して第2ラウンド行ってみましょう。はい、のらりくらりと空中でお互い四隅、空中返しで距離を取れます。殴る赤星、JC 入った、ブローバック JC コン、成仏コン入れて落とさない、いい置き攻めは、あーっと、あれおかしい、あれ透かせるはずなんだけど。はい、食らってタイミング悪かったか、解放、解放通った、危なかった。サツキの近距離の攻めをガードする、ガードする、マサ 3C にはシールドします、うまい、しっかり対策できている。ロールケーブルでゲージ回収して JB、 JB 殴りに行った、マサ画面端、しかし不用意に飛ぶと EX アームが飛んでくるので怖いけれども、悪くは EX 空中以下で反転返しできるんで、赤星も怖いはず。マサも JB 振ったり振らなかったりしてるのは暗転返しになってるからでしょう。はい、シールドから差し込む赤星、コンボを決めて、あれ、赤星のミスでしょう。はい、吸血からのからのからのバックステイ 2C から 5B2C、 気まずい場面もありましたけど、立っていたのは赤星だった。最終ラウンド JS か、差し込みたいが5秒、あー裏回り対応できなかった、コンボが入る、怖いな、ここの置き攻め、 EX エーゲル、早まった早まった、あ、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、届かない、ジェビインバリないです、距離離して立ち回り戻る、分からないよ分からないよ、 2B で崩れて安いけど、安いけどゲージがマックス悪く、 5B 越しゲージ入って差しが出ない、ジェビ赤落ちキーピンチか、ただワンチャン本当にあります、本当にあります、触った触った、あー見てからの EX ネイル、アチョウの大会によって天下の宝刀を悪く使う EX ネイル、やり込めてるやつやからワンチャンあるかなと思うんだけど、これ正直言ってイカが届かないんですよ、うん、だよね。あの横の飛び道具に対して、はい、スナーラバーサスマサー、ただやっぱ機動力は悪くやっぱりあるんで、うん、その差をパワーで補えるかっつうね、ただそう火力と置き攻めは十分なんで、晴天もただこのマサの今の勢い、これが一番の敵だと思います。はい、イカ置き攻めから画面端、まずはターン取っていってるな、マサ勢い衰えてないか、クー投げ締めてからの、うわ飛んでった、今 5C のどこ飛んでったっていうね隙間抜けてった感じ、てか 5C 打つと体が前に存在判定が移動するんで抜けたんでしょう。しかし気づけば体力が風前の灯火、砂原さん、ゴービー、暴れ潰しで崩れてしまった、あ、言い方が変だった、暴れちゃったから崩れたかな、が食らってしまったですね。はい、第2ラウンド昇竜で攻めていく砂原さん、晴天としてはワンチャン、ワンチャンものにしたい、ラピッドストライク放していって昇竜、 A 昇竜 JC かぶせていく、これが強い、様子見ガード、お互いにその場ジャンプから様子見て、JC のめくり判定が当たって、今度は篠原のターン、ブローバックラピッドこかして A 昇竜から波動で締めてからの置き攻め、おっとフェイントだったがしっかりグラップしてた、うまい、マサ JB カウンター、今の一連の流れが正直ね信じられない、よう反応したな、スズメ落としから裏表先スパ誘う、崩れてしまった、これは痛いか、まだ分からない、ただゲージがないから勝利で逃げれない、投げてこれはまずい、あー、まさがまさが止まらない、いやーこれは関東勢ノリノリでしょう、さすがにね、うん、さて釣らず出てきた世界2位さん、ジェアソン、待て待て、さあマサさんのさあ快進撃、ここで止めることができるさん、ここで仕事すれば本物、
さあ対する乗ってる乗ってるマサさん、ここでワンコンボ決めて、さあ俊来フェイントからの、さあどう立ち回っていくか、クライアスカウト危ないがバンカー、ここから両対応しっかりコンボ決めて、さあ今日ヒリカドのマッチマサコッパン読めてますマサの勢いが止まらない、4名おっと引きずり下ろし、しゃがししようかな、画面足でバンカー切り返す、だからゲージを吐くしかない、切り返したがまたも画面足デカリングから昇竜強気、さあそういう勝利を打つ春来から、こっからアーソン節どうなる、ビリビリジャミー対決春来、はい押し押して端っこフェイント、あー釣っていく、これがアーソン最新から EX 最新ポット残して、いやー呼んでますわ、ゴーッとネタを見せていく、解放通して、あと何か出なかったか、バンカーシールド投げて、来春来、うわアンソン劇場始まるか、最終ラウンド、あっとカウントしようだったらつながらず、春来フェイント、シュガーフェイト、フェイン、おー、出る。さあ、下から攻める形だったが、コンボミス。さあ、アンソンマジックが引っかかったか。さあ、しかし、マサが、自分のペースを取り戻して、ワンコンボ、投げて、拾い出す。鬼地区。ピカリング重ね、釣っていくがガード、バンカー、表だけ、まだアンソン来ている、解放読み、さあこっから殺し切りたい、来心ガードガンガーをガードさん抜け出して、あっ危ない、イカリングガード投げー、よく見てる、アンソンでも止めれない、いやーいよいよ、ああなるほど、さあ見ていきましょう、ファンキューバーサスマーサ、さあこの日のためにファンキューさんはコンボを仕上げてまいりました、彼曰く通行の途中で殺せるというコンボの仕上がりようですが、さあ解放早速通していく、うわうまい、そこ頑張れ抜けていく、さあマサも立ち回る隙を許さない、シールド、そこでシールドを取っていく、おおマジか、さあ空間読み合いマサが取っていくすごいな今の、おー体育マサが仕上がりすぎてやばい、さあここはリクループってやつですか、リクループサイドリクループどうするの、中段ファンキュー何もできない、いやー俺は本当に痛い、マジか、1,2,3,4,5,6,7 借りるんかいさあこのカラー不吉なカラーです、カラーナンバー13なんでね、さあ見ていきましょう、アヤバーサスマーサさあ BAB の力が宿っているか、開幕早速空対空でカウンターもらってしまう、でかいガリングで締めて、さあこれはおしゃれなコンボ、さあしっかり決めていく、おしゃれ、いきなり4割ゲット、こするこする、さあ、あれは丁寧に技を重ねていく、ジャシジャシ取っていく、うまい、
投げて全て読み切っている。さあ八木島草がここは使わされて、さあここでもさあ全て裏目に出てしまう。突っ込んで対策バッチリ、完全に風が東側に吹いている。2本目、さあ対決ジャミ、さあとっとっと引っ掛けて、これもイルパ、ここでフルコン、ワンコンボイカリングドゥイクセカリング、ゲージマックス着地ゲラン通る、しかもしゃがみから、デン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 入らず、これが待ってる。あーいやもう何もできない、マサが強すぎる。いやほんまね、海外勢に大人気のラグ君なんでね。さあここらでいいとこ見せて海外勢にアピールしていきたい、はい、さあラグシェル何を見せてくれるか。バックスバックス距離を通る、裏からイカリングカウンター、さあ早速捕まってしまう。おっとコンボ見せてジャンビー、折り際食らっている、叩きつけサバから、さあシャドウスナップからワンコンボ、はいナイス。あー空投げ、謎の空投げ漏れ、やらかしてしまった。入れっぱなりの立ちはしっかりやり過ごす、おーとい入れっぱなり投げて歩いてシールド、何もない、デカリング直が取って、おーっとここで直側のタイミングミスったか。まざまさシードカウンター、デン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 、さあかコイコンも決まってインバリと出てるが気にしない。シャドウストップ、中段見えない、初見では絶対食らっちゃう中段。さあ追っていくシャドウスナップ、さあゲージマックスのプレッシャー、シャドウスナップユーリスフレーム背負って、そして悪くもここはさすがに投げて駒投げ失敗、グダグ取れず、さあマサドットから粘るか、バイタルは少ないが、さあ読み勝てばいける、拾っていく徐々に追いつく、最悪アイレッパー通さず、さあ突き出して解放安定解放、三振三振スカル、イカリングカウンター、逆転あるのか、あるのか、ドット残すか、さあネーゲル、この負け方は悔しい。さあ見ていきましょう、ラクちゃん VS マサ、さあランバトでもおなじみのマサ、ラクちゃん、おう対策バッチリしっかり見ている、バンカーから下段しっかりガード、カウンター取れずだったがこの粘着、しかしマサもしっかり対応できている。さあ空中でのやり取りがお互い極まっている、投げて、まあ、これは普通にコンボ、寝転け置いてジャンシーうまい、アミステ、あーコッパー刺さる、マサ持ってる、すごく持ってる。さあ背中からかっこよす、さあマサの運力が強い、軽く投げ、こっからラクちゃんのターン、かまれ、おっと珍しいが、こんなラクちゃん初めて見た。さあしっかりこれは補正切り、おっとカウスト、あ抜ける、着地はないだが投げ強気で押し込む、カウストラウド
しかしユーリフレームジャンピン、グラフちゃんもまさか落ちるのか、ジャッシュ、さあだいぶ体が弱いか、まだ行く、ヒカリング三振、ヒカリング重ねてユーリフレーム攻め継続、暴れ潰しを混ぜて、ラクちゃん動けない、入れっぱをかられて、取った、酒通した、魂の酒、さあラーク投げ、うますぎる、勝ったのはラマスださあなっていう、そんな気がするけど、いけるか、目で様子見たら逆に上回られたみたいな、さあ見ていきましょう、コーバーサスマサ、さあ西の窮地救えるか、さあ立ち回りが攻めが引っ掛けてくるマサ、さあまたもさっきからこのジャンピング当て感が素晴らしい、投げて追い返しはバックして竹の子当たらず回復漏れて、さあここからコーのターン、さあかっこいい、月からさあ普通に中断重ねていくが、サキスパー溜まっていた、体力リードはこう我慢して押し込んで、さあ気を伺うマサだったが、やっぱり回避裏を取るが、さあマサもさすがに取らせませんと、しっかり立ち回っていく、さあ様子見どこで試合が動くか、ここで動いた、タケノコループ端まで運んで大きさまで、さあどうなるか、頑張るか、奥が下げた力だと、さあまさか諦めていない、だがダッシュへ通っている、まずはこうここで止めておきたい、着地を得ず中段ジャンカウンター、タケノコさあギリギリのところでかわして、さあこの立ち回りの中でどうやってタケノコを引っ掛けていくかといったところがセーブアギアの課題になるわけですが、くぐってうまい、ジャミ近いガード、バックセ解放モルタか、ジャミさあ立ち回りじりじりした攻め合い、浮かぶしていく、ガメラス押し込んでインバル出てるが置き攻め確定、どうすんの解放読み、さあそこから崩していく、さあ手堅くいくか、タッチを痛め、先ほど使わして、おっとくるゲラ通る、まだゲージはたまらない、さあ行くよ、しかしマサ大躍進、さあチームに貢献したマサに拍手を出します、さあここで西がどれだけ踏ん張るか見ていきたいと思います、コーバーサス TI、 さあ関東最強の式といっても問題ないでしょう、さあフル式を選択、さあ圧倒的なキャラパワー、どうかぶせていくか、ジャッシュトールが解放、獣からプレッシャーをかける、出して出して、ジャッシュ止める、置いてやる、タケノコタケノコジャンシー AB からのタケノコ、はい取ってしっかりコンボつないで、あ、スカール、さあ、さあ、TI ゲージ頼むぞ、あ、漏れて、さあ、どこで吐く、投げる、許さない、あーっと、これは赤いやつか、赤いやつなのか、これゲージ使えない、あー、危ない危ない、さあ、やくちょんぼ仕掛けましたが、まず取ってくるこう、さあ、TI が気を取りました、次のラウンド望んでほしいが、投げて
さあこの鳥籠状態どう抜けるか。直が取ったら中段取る。直が入れっぱで抜けるかもしれない。 6B6B 竹の子だが繋がらず解放また漏れる。先ほどからちょっと漏れが多いが戻す。最後は入れっぱを通さない。しゃがしさあ TI 取り返して 1C、しゃがしガード。さあ四季の程度がかなり低いのでなかなか下をくぐりにくいところはありますが、ここではまだ通していくのは受け身がりの形。一気に6割うまい。しっかり確認できているゲージマックス。どう使っていくか。コパン通す。イニキャン使っておしゃれ。さあ東最強の四季 TI が止める。お、イブだ。西ここでイブ、イブがどんだけ踏ん張れるか、それにかかっている。 TI はクレセントを選択。これは正解。おいしい。カウントヒットからこのダメージ痛い。画面で捕まると姫は非常に面倒くさい。イブガードできない。立ちくらい。この勢いのままだとかなり厳しいぞ。中段イブTI がぶち殺しに行く。食らえよと言わんばかり。カウンター乗ってイブやばいぞ。ここでぶっ放す。 TI マックスなので打っていく。ここはゴム。しかし姫は壊すが遅いので暴れられない。白しっかりしてる。イブ抜けれるか。抜けれないぞ。暴れられないんです姫は。ぶっ放す。なんとか脱出するがかなりガールゲージが危ない。これ引っ掛ける。詐欺スパ対策バッチリ。うまい。ここは着地にしっかり。あーこのミス。しかしまだ体力は分からない。勝利権追いかける。前受け身狩り。前受け身を取ると自動的に枯れてしまう。 EX 吐息が強い。イブ一本取り返す。ここは何としても止めたい。姫歩くで勝ち数を稼いでおかないと厳しい。そしてキャラ的にも姫歩く四季に相当有利だと思われる。ゲランガロ。ここで波引っ掛けて冬イブうまく触られないように立ち回るが、ここで触って TI 中断。 TI がかなり500人にターンを取りに行く。これは痛いぞ。めちゃめちゃ減る。イブここで波引っ掛けてまだある。大きな目。これは美味しい。この後の置き攻めが大事。あっとここで寝た。これはガールフロー連携。これは素晴らしい。ここでネタを見せてくる。こいつはこいつは大好き。なるほどね。寝カフェにラップを持ちかける男なんですからさあ野良犬その実力見せてくれ。大見合い。ここは様子見。勝利権間に合う。ジャムシー番号はしっかり読んでいる。これはかなりまずい状況。ゲダンイブアホか。かなりしょぼいミスが目立つ。直下しているか。落ち着け落ち着け。ワンツースリー食らってしまう。ここはさすがの野良犬安定コンボ。ゲダン。これは体力残るか。しっかりレディすれば残る。しかし表裏がある。この表裏いや奥攻め。アキハ置いて壊し。イブ動いてしまった。ハーフウェイ。これがハーフウェイの勢い。波を避ける。そして触る。投げて
かし野良犬どうしない。ここで下段が下がって厳しいか。いやこれは美味しい半角イブ詐欺スパしない。おっと愛されているしてるし受け身は取らない。あーめくる。これはかなり美味しい。イブゲージのない状況。一方野良犬ゲージマックス表裏表光ガード投げる。ゲージを稼いでイブ耐え切るか。ガードこの中段ガードはでかい。ゴエ危ない波を一打つか。あっとめくる表戻ってる野良犬やってしまったイブ。ここで野良犬かなりでかい。西側出てくるのがトモさんのフルスキー。野良犬フルスキーは絶望と言っていたが、そのトラウマは克服できているのか。フルスキーとはやりたくない野良犬頑張れるか。姫を倒したその勢いで頑張ってほしい。触ったしかしバックステイワンツースリー確認して。ここはかなり強気。これは見えない。かなり見づらい連携。野良犬しっかり研究している。下段早いぞこの下段。ゲージを使っていく。表裏表投げる。この早い攻め止まらない野良犬。これがハーフムイの強さ。画面端行くと相当速い。ワンツー一泳ぎに美味しい。画面端に行くと止まらない野良犬が。ハーフ V がかなりノリノリだ。トモどうする。暴れる。これはいい暴れ。イニシアチブのコンボを決めるがここのコンボミス。美味しい。おーバックステに追いついていく。速いガンダッシュして置き攻め表裏か。いやさつき置いてこれはしっかり避けている。ゴシード終わる。シールドちょっと無視するが大丈夫か。トモなんとか触りたい。発展シールドセンスがある。センスがやばいやばい止まらないのないね。今のは厳しいなかなり厳しい。奥踏ん張ってくれほしい野良犬。奥とは結構やっていると思うがどうか。ここは表裏なのか。表裏裏しっかりガードバンカー。こっちも表裏表ガード。野良犬しっかりガードしているが、ここで奥痛恨のミス。安定してコマミス。下段はしっかりガード前に歩く。うーんちょっとひよっているがコンボミスが目立つ。コンボミスが目立つ。野良犬じゃない。奥ちょっとテンパっている。一方野良犬はかなりノリノリの状態。この野良犬止めるのは厳しいか。ジャンプにし強い。このコンボはしっかりつないでいきたい。安定コンボ表。ここは先スパを使わせて。おっなんだ 3シール前に移動した。暴発か分からないが小木攻め裏。これは見えない。野良犬一本選手強いぞこの男。止まらないハーフ V の勢い。オラガンタ 5B からディレイで暴れ潰ししっかり確認。野良犬立ち回るときはしっかり立ち回る。触れるときは一気に触って殺しに行く。さあ一気にここはしっかり丁寧な立ち回り。おっと出しが出ない。奥どうする。触りたい奥。ちょっとテンパってるか。触りさえすればこれうまい。奥のターンが来るが反応できない。厳しい奥
投げと打撃の単純二択、これが強いハーフウェイ。この選択肢伸びたプレイヤーだと思います。もともと東海勢、なるほど、ハーフ宮古を使っていたが今はいろんなスタイル使っている。今回はフルムーン進路の、ここでノライナ何としても止めたいんだが、ノライナが強いんだ。これがコンボミス、グラブ潰し、グラブ潰し、ビーツ目うまい、飛ばし落とす。格闘ゲームしてくるぞ。ギャー、下段が刺さる。ここはおっとジャムに目がちょっと出ない、ガンの湯飲み勢いに飲まれているぞ。これは殺しきれるか、コンボミス。なんとも言えない、もう顔が歪む。湯飲みなんとかしてくれ。誰もがそう思っているが、ノライヌが止まらない、ノライヌが止まらないんだ。これしかし湯飲み、これ暴れ通してフルコン、しっかり高いコンボ、おいしいバンカー潰し。これはフルコン2発でこのダメージ。フルミヤコはコンボのダメージ非常に高いキャラ、おいしい。イニシアチブ使ってしまうか、まあいいでしょう、一本取ることが大事。イノミノライの勢いを殺してしまいたいぞ。ここで止めたい、倒したい、なんとしてもノライの倒さないと。投げが出る、投げしっかり外している。ノラヌ非常に冴えている。しかしイノイもしっかりしっかり立ち回る、触りたい触りたい、ゲージを貯めて、ここでカウンター、受け身取ってグラブ潰し。しかしおっとアドリブできているイノミ、このアドリブ非常にでかいぞ。おっ5C、これはでかい。カウンターからしっかりコンボ、ノライヌちょっと暴走しているか、カット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 、さようなら。しかしノライヌ非常に頑張った、この勢い止めた。元町だ、あー元町さん、元町クレセントメーカー、色味はここでクレセントの宮古を選択。投げをしっかり外す、さすがにこのレベルになると安易な投げは通らないのか。いやーステージがいい、ステージが火炎放射バグしてゲーダンカウンター取って、ミノミここは確定弾奪って、なんと暴れが入っているぞ。元町ちょっとテンパった。元町といえばすごく火力の高いメカ、その美しいコンボぜひ見たいが、美しいメカは見れるか。湯飲みしっかり反応している。野良犬との一戦を得てかなり落ち着いた感があるぞ。湯飲み追いかける、しかしここで元町のコンボが入る。さあどうする、空投げはできない。ミノミ脱出して、しかし厳しい、おいしい、テンパったか、解放なんで、これはワンチャンある、これは体力逆転はできないが、このあと、逃がしてしまう、しょうがない。元松さん非常に落ち着いた冷静な立ち回り、さすが小三勢、メレブラ界のパパ元町頑張っている。湯飲みなんとか倒したい、触らせろ触らせろ、そのキャラ触らせろ、危ない、湯飲み間一発、珍しく弱キャラ対決なんだが、これはめんどくさい。暴れて中段しっかり確認しているぞ、
しかし元町もしっかり画面を見ている。ここでコンボ入る。表裏からの解放やっちまったなこれ。ラッキー元町、元町さんがかなりお茶目な行動。ここでファジー声が、いや遅らせ声だがしっかり勝っている。コンボが入れば殺しきれる。あれ元町さん、元町さんやだやだよやだよやだよ。お前らオーラすぎるやろなんでやばい。前丸山負けてなきゃ。ワンピー側丸山クレメか、ツーピー側元町クレメか。こんな対戦が見れるだなんて嬉しいな。もうちょっと異次元すぎてよくわかんないんですけども、なかなか解説しづらい。触ってるのはマリアンだがスクランダーがあるのでもう立ち回りはかなり独特な感じになる。マリアンがコンボを安定して安定コンボ、スクランダー、スクランダージャンプシーがコンボ出ない、ワイヤーが出ない。マリアンこれ美味しいぞ。マリアンのコンボはEXY 当ててすごい安心した顔そんなバカな。これで落ち着いてほしい。一本選手マリアン、ちょっとすごいなこの戦いは。ジャンプ、おっとリバーサ警戒か、様子見を待って、ファージー投げ表、さすがメカ使いしてるか。ジャンビジャンビ簡易放射でばらまいて逃げる。遠距離の牽制がかなり熱い。ミサイル、これは一枠にしてワイヤーの出る男。表裏裏からワイヤーが出る。ガリコンも出る。かっこいい、あれかっこいい、大丈夫かっこいい。最後は食らっていく。マリアンなんとか倒した。いやーメカ同系のマリアン勝利、これはでかい、はい、この間のベルブラの直前特集あったんですが、はいはい、ハーフシールで何できんねんってね。片目が終わんないっす片目が終わらない、飛び道具がある判定が強い、つまり強いと。早速宇多丸が触っていく。ジェニシーがカウンター、タイミングずれてしまったか。マリアンインバってるけど気にしない、当たればいいんです。ずらしてジェニシーから中段通して様子見て、ダウンオーイチからの投げて、おお少しだからお互い無傷、まだ分からない、まだ分からないけど体力がもう2割 1割超しかない。中段通る、通すビーム、ニシーから解放はしない、飛んでって投げて飛んでってジェニシーしゃがみくらい、これは宇多丸も油断していたか。しゃがみシールドカウンター、腰が当たんない、キャラと言えかホッケー投げて長い出しから解放、ジェニシーにずらしていってラウンドっていったのは宇多丸ハーフシール。これにはマリア苦笑いか。第2ラウンドホッケー投げて牽制する、ゲージがないんでねと。飛び毒合戦だったらこっちも負けてませんよと。しかしお互い上からかぶせに行くガン殴りスタイル、2ビーカウンター。まずは宇多丸、画面端の置き攻めは口出して JC で迎撃するマリアン、スクラム巻いて、スクラム巻いても当たってんだよな地上ダッシュも早いんで、そうそうスクラム負けない。中段が当たる、ジェニシーで降りて、ジェニシーで降りてリバースビートからバックステイ、リバースをすげえ警戒してる宇多丸さん。 EX テイクシンカーから繋いでいってゲージがマックスなんで、そら攻めますよと。ワンツーワンツー、2尾プロバック、おうまい、今の差し込みはマリアンさすが。しかし状況厳しいのは依然変わらずか。ヒット確認、エリアルまだ死なない、クー投げ向かい打つ、これは経験値を感じさせる。解放、ゴシーがスカルガードする、ガードする、息が詰まりそうJB カウンター、JBJBJC クー投げ、これから
まだ目はある。ミサイル手出して、ああ、うまい。ヒット確認を怠らない歌丸シエル、勝っていきました。さあこれで西軍残り3人。逆に言うとこの後本当に様子見安定だから、あれがびっくりした。はい、じゃあウリマソンさん、青子クレセント、歌丸シエル自信を持って使い続けた、小野が使い続けたハーフムーンスタイルで挑みます。まずはこれジェフリーさんもよく巻くな傘当たり、ノーマルヒットはどうにもならない。ただ歌丸さんもこう何、地上に張り付くっていうよりは空中でこう破裂設置消しながら隙を伺うスタイル。ジェフリーさんもまあ事故れよといつもの青子スタイル。はい、事故った、触って、まだまだ大丈夫、致命傷ではなかった。はい、カウンター、致命傷かこのレベルになるともう本当にワンターンで致命傷、中段通る、通す、これがプレッシャ ー、1点読みでした。よく受け身取った歌丸、テイクシンか、黒拳投げて、投げてゲージをたまらない、たまらない、たまらない、微妙なところたまった。確認からセブンスダメージ取って、置き攻めはバックダッシュから JC 入ってサキスパー、鏡が口開い、5番5番5番ワンツー 2B から 5C スカー、危ねえ、カス当たり、まだ生きてるよジェフリーマンソン、 3C カウンターだけれど2位が当たっちゃった、国権が当たって奪い受け身、冷静に 5B 置いてた。でかい1ラウンド目先取したのは歌丸、お互いゲージがないので立ち回り勝負になる。あんまり接近しすぎるとね、破裂とか設置に事故っちゃうけれども、別に接近しなくても国権があるよと。あー、しかし欲を出して JA を出すとこうなるんですと。これは青子使いの面目躍如、ダッシュ 2B が届く、動くなと、またダッシュ 2B、 おさっき見たけどダウン落ちになった。しかしターンが終わらない、手叩く、食らってしまう、プレッシャーに負けたか、殺しきれないけれども、これはピンチ、リバースピードからの投げ、さっきまで 2B2C とコンボルートだったのをリバースピードからの投げに切り替えていって反応できなかった。ジェフリーマンソンさん取り返してフルセット。さあ、ラウンド、ポッケンと魔法の打ち合い、こんな魔女裁判嫌だはい、コーンも決めてってな。ジェフリーマンソンさん置き攻め選択、投げてブローバックチェシーコーン、かっこいい、走って 3C から中段が飛んでくる、クラブタバル四隅、冷静になると投げられます。はいはい、中段、これはこれは、おい、サーキスパ間に合った、まだわからないがワンチャンスあるのが格闘ゲーム、跳ね返ったいやー、今のはジェフリーマスクスがうまかったしかしここでカント、誰だ、そっかいっぱいいるんだけど誰出すっていう、誰、タカ、タカ、はいはい、ヒロヒロ、誰誰誰が出んの、東軍チーム、ああ、さあジェフがどこまで粘れるか、まあ、ちなみに一人6殺条件、一人6殺です今の条件、あ、面白いことになってるあ、すげえ、あ、すげえすげえすげえ、おー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 、青子かっけ、はい、あんなコンボ食らったら死んでも死にきれへん。さて出てきたタカですね、あの単純にリーチ差です晴れって、まあ、設置消せるしリーチ差ですあ、しかしここを跳ね返すぐらいの勢いがないと一人6殺はできません東軍出てきたのは高原木や、対するジェフリーマンソン青子スタイルは悩んでる悩んでる悩んでる、クレセント自信を持って挑みたいところ、ワラキア VS 青子第1ラウンド始まって、まあワラキアはもう分かりやすく相手の設置だろうが何だろうが知るか、こっちは長い攻撃でボコるんだと、青子はいかに迎撃できるか、ファーストタッチはワラキアだったが立ち回りに戻ってる、分からない、雨をうまく使って2ミ対空をずらしていく、下げていくピンポイント、2次対空はかわされる、タカが差し込む、空投げから画面
足持ってってゲージマックスでバックステ当たらない、神はない。あーシールド取ってからの蹴りだったがガードされる。ゲージ吐いて大きい攻め戦で腰切れるか、ジョーカー死なないか、インバってる死んだいろいろ危なかったけれども、いやまあ倒しきったもん勝ちでしょうと。タカインギンブレイ殴っていく、キャストキャスト下げていくスタイル、ちょどう考えても防戦一方だけれども、あマントの先端にクレア判定がない、いい加減にしろと。これ7やとマントで青子がやばいみたいな、ラノベかけるなみたいなおい蹴りが入ってシーアしゃがみシールド、そうはさせませんよと。ジェリーマンソン 3C 決まる、出しからテーダ JC まったり行こう、距離離してブロバック越し、ひたすら中距離で牽制、一方的に殴っていきたい。タカ J カウンター拾えない、受け身代わりになっている、エリアル決めて画面端シールド失敗、自動で間に合ったけれどもその後の中段間に合わなかった。ジェリーがカウンター受け身取った、当たる、やばーいやばーいやばーい勝ったのは高原木や。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,10 あとけど、あの最近秘めた姫が一番怪獣体験戦だなとせやな、でかいもんなあいつあいつらでかいというか、あの攻撃範囲が広すぎるやつ。はい高原さとラッキースター、開幕ネロが攻める、画面端追いやられた高、逃げたいジャンプ許されるが動けないと思ったらさばっていく、高もただではやられない、周り取って JC 入る、7を避ける、うまい攻防、 JB 連続ヒットしない、ゲロ吐いて JB のかぶせ合い、潜って 2B から 5C からどうにもならないので適当にお茶を濁していたらネイロもガンガン攻めてくる。恐ろしいのはお互い間合い放ち、あの保ちながら一瞬で攻め、あの間合い詰めてるところっていうんですかね、本当にこう油断できないところ。ユッケと動物見てから飛んで、ああ行ってカウンターした、これは痛いこの後の状況もう崩れられんぞ。おいリバースター 2C からジャンプキャンセル、いい判断いい反応、ゴビ入る、つい動いてしまったところに入ってアークドライブまでつないで、赤ダメは少ないので置き攻めに行きます。あなんか出てる、どうなってる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 、おいネロのターン、5パン入るもん大丈夫、少年バー、うわーラウンド取ってったのは高原木や、でかい今の読み合いはでかかった。第2ラウンド開幕、開幕詰めを放していく、いやでも正解でしょこれ、もうやったれっていう西、これうまいね、対策できている。 JB が競り勝つ、 2B ノーマルヒットどうしようもない、 JBJC JC が当たる、仕方がないでしょう、画面端手だ、 J からゲロを入れ込んでいった、 JA カウンター、高暴れていたか、ラッキースタのペース、ゲージもマックス、ダッシュしていやでもそういう行動嫌いじゃないですいいと思います勇気を持って前に進む、高いラッキースタという壁が立ち下がっている、生中の動きじゃ超えていけない、シールド張るも及ばずか、先手取っていったのはラッキースタネロ、最終ラウンドカラスが邪魔をくぐっていく、うまい、コパン入れてコンボカット、気をつけたまえ、かわされてゲージがマックス、強気にいく、さっきスパ保証を縦にガンガンいきますよ、ヒット確認からアクドレーブでダメージ取っていく、解放して7置いて投げてシールドシールドシールドカウンター、ガードいい読み合い、 2B が変な当たり方してジェシーが出ない、 JB が当たるけど中段は当たんない、ああまずい、これはもしかしてまさかの高原木屋がラッキースタさんを下せ、東軍リーチですこの窮地を跳ね返せるか、いきましょう、西軍大将ゴイチ38戦目ゴイチ VS 高、まずは 2B を JC ちょい早出し先出して潰し、グーダイグー仕掛けて、そしてオルドカン、いやいかにもいかにもというメルブルの読み合い、剥がして生バンカーガード JC
からの開始、玉から解放読み通らないが、まあ、ターンは続く。反応できないが惜しいから俺のターン。ここも鳥かごを続けたい。カット、うおー、カウンター出なかった。ネロカオス投げれないと、今タケノコからのマセンコ解放が通る。イソースカイブ残り2倍強、攻撃体育剥がして、アイシゴムかよ、逃げる2段ジャブ。 J カウンターは取れないが受け身が、まあ、しませんね。ゴーチガード、ガードは硬い、ガーッ、運がいい、四隅シールドカウンター。まずはゴーチ第2ラウンド、千年城ステージ、関西勢にはすでにトラウマになるかもしれない、この千年城ステージ。2円ガード刻んで、 JB 秋葉から起きながらだが、まあ無理はしない。クーダイクの取り合い、下ろせない、一旦中央へ、だが5-1のライン上げ方がうまい。しかし上げたくなったこのところ 5B で抑える。 J ノーマル離れる、 J カウンターだが、まあ何もない。降りてゆっくり時間を使う高谷、ジェシーから揺さぶった、下段が通ると、このミス、ジェシーこれは2ビーガード、ジェビー押していったたか、起きてみは生ゴミシーキャスト投げる、どうすんのこれ、J ノーマルガード、 JB ガード 5A から釣れたがシールド燃やして、バックス読み、こういう読みを通せる。イニエクスインシャーチブから燃えたがコンボミス、やり込めてなさが露呈する。 JC 大罰まで、39戦目、五一番座ヒロヒロ、また千年城、ここ好きってなるけど、ヒロヒロはクレセント、まずは触り出し、バクセ前捨てから刻むが、まあ何も着ない、バクセ読み前捨て刺さらない、2へ刻んで投げ外す。まずは立ち上がりお互い集中できている、立ち回り五四裏拾えない、ヒロヒロの触り出し、ここで投げしけ手出し、グラつぶしからのワンコは3年200、おけでめ中段、さてフリーズから2回目中段ガード、だが中段リターンはない、 B5B フェイント、まだ残るよね、入れた、耐えた、だが 5B と JB で歩し、あと一歩東軍リーチ、まだ設置ノーマル、ゴーシー体育カウンターだったが、カメバンの技なので空中カウンターの恩恵を得られない、だが橋運んで JB うまい、剥がして燃えるがっとはさせない、リバさん、まあ問題なしと、解放も入れてリソース回復、ゲランガード有利から、これもグラつぶし、ゴービー C から中段ガード相打ち、 4C から受け身狩りと取り切れない、ジェリー届かず、 B5C から勝利のフェイントと取りが出る、 5A から 5B 届かず、 2B かと、グラオシールドフリーズ、セットプレー、おもてー
ットカウント27対12。